今年からですね、新しいお弟子さんが増えました。2024年から、今日1月8日、長締めのスナイパー、リュウコ太郎でございます。新しいお弟子さんが増えまして、才川佑樹と申します。はい、才川佑樹です。よろしくお願いします。姉弟子ということで、多分この性格柄ね、いじめるんでしょうね。でも本当に仲良く2024年かな、新しいねお弟子さんが増えたんで、私もちょっと頑張らない、気合を入れて頑張らなきゃいけないということで頑張りますので、よろしくお願いいたします。そしたら自分がこうやっていけるでしょ、すぐに切れるように、はい、で乗っけたら帯ということで、はい、どうぞやってみましょう。はい、とりあえず、ね、優雅に倒れた場合に、下から下、うん、そう、下から襟に沿って、その襟は、はい、こっから抜くか、抜くの、こっからこの位置から渡して、はい、はい、入れました。はい、ポン、そうです、そうです、そこ、はい、でそこ押さえてる、はい、右を下に、そう、ちょっと曲がってるかな、スペース、そうそう、今日本番でやってみますか。バカ。これここなんだけど、なんか場所によってマジックの場所がこの辺になったりするのもあって、それはものによって違う。まあ、わかりました。で、俳優、お前が来て、俺が教えてやるから。はい、どうぞ。はい、下から、はい、こういうこと、はい、そしたらここにちょうどつくよね。で、合わせるから、その間に合わせるときにもうここにつけとく、で、ここでもう押さえちゃう、それで、こう、袖をで、ここで俺が来るから、そしたらこっち側でここを持っとく、それで、それでこういう風にした、こういう、はい、こういくでしょ、はい、今はどうでもいい、ここでこう押さえたら、もうここで持ってる、で、これで回してあげる、そしたらこう来るでしょ、さあこっち側の右でも持ってる、そしたら今度ここで持ってて、はい、ここでここに入れて、ここだけでいく、はい、はい、行きましょう。はい、いや、一気を、あ、覚えなくていい、少しずつ、少しずつ、どうか厳しく、厳しく、じゃあ、それで、はい、最後、はい、紅色出して、はい、おセンスで、はい、最後だけ、3番、あ、俺が、そうした、目で合図するから、そしたら、あ、ごめんなさい、こうやって、はい、普通にこうやって刺して出てきて、刺して出てきて、開いて、そう、座って、このまま、これだけで、はい、開いて、はい、出てきたら、回って、一回り回って、開いたら座れる、はい、で、座る、はい、さあ、で、僕が座る、はい、そういう感じ、もう一回いきましょう、お願いします。白目のに、石を飾る風と噂じゃ、心いつもね、舞台監督の市川隆光くんです。東宝舞台、お願いします。東に国って書くんだろう、もうこの、この、そうそう、あの、そうです、普通はなんか、宝とかって書くんだけど、そう、宝、ちょっと、宝大きい会社なんで、宝大きい会社なんで、はい、個人で細々やってます市川くんです、お願いします。今年もお願いします。お願いします。一生懸命確認してます。振袖さんが。
今回は1月8日の私の公演に出てくださる浅草振袖ね、椿ちゃん、ゆめちゃん、かずきちゃん、もうね、かずきって言っちゃうんだね、かずきちゃん、よろしくお願いいたします。今日ね、今回お三方が出てくるんですよね、はい、楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。はい、ランドの時から背中上げて、歌う時も上げて大丈夫ですか？もちろん OK です。よし、あと木刀の時、うん、よくここで帰るときましたもうちょっと行ってまいります。行ってまいります。お写真撮るかい、今のうちだったら。ありがとうございました、無事に1月の8日、浅草ビューホテルアネックス、公演が終わりました。ちょっとほっとしています。で、今回ゲストにね、浅草振袖さんがねゲストに出てくださって本当にありがとうございます。あと浅草ビューホテルの方もぜひご贔屓によろしくお願い申し上げます。それでは龍虎太郎のチャンネル登録、高評価、コメントもいただけると嬉しいです。グッドボタンをぜひ押してください。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。